はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター4ですね。前回チャプター4に入ってちょっと何もしなくて探索会だけで終わっちゃったんですけれども、一応準備ができたんで今回は先へ進んでいこうと思います。目指すはこっちだから、もうちょっとこっちの方行かなきゃいけないのか。教会の鍵を手に入れるために、なんか壁画に書かれた2つのところへ行くというところですね。ここもでもこれつける計画、これ多分ショート化になる感じだな。そうだね、閉まってる。一周して戻ってくるようなイメージだけど、ちょっとくぼみのところはなんかありそうだから、やっぱり探索しておきたい。サブマシンガン、ちょっと待ってね。サブマシンガンどこにセットするかだな。ショートカット的に左がライフルになって、下は手榴弾系になってるから、じゃあそうするとハンドガンとちょっとサブマシンガンの入れ替えみたいな感じかな。そうするとほら、何ちょっと威力は強い気がするな。先行手榴弾役立つかな。あのブシャーってなった覚醒したやつは先行手榴弾で一発で倒せるんで。いや待って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 、こっち勝手なマジで。あ待って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 、あ来た、ひどい、くそ。これパニッシャーだったら全然あれかな。ほら来た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 だと思ったよ。これがですね、これでね倒せるはずなんだよ。倒した。ちょっと卵爆食いしよう。うめえうめえ。茶色までいかなかったな。ほらなんか硬くねえか、あいつか。めんどくせえやつだな。待って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 。あた、当たらん。ダイナマ、ちょっと待って、どこまで投げてくんのこいつ。肩いいな。ちょ待ってよ、マジかよ。これこそもうサブマシンガンで一気にやっちゃった方がいいかもな。ほら結構すぐなくなんな。ほら蹴り燃えた。ダイナマイトエローはもういない、いなくなった。これ燃えてさ、アイテム取りたいんだけど。あ取れた。あいる。ほらくて、もう大丈夫か。いいね。大ボス用にちょっとあれ欲しいよね、やっぱりロケラン。でもロケランめちゃくちゃかさばりそうだからな。んどっちだこれ、左から行ってショットカー開けられそうだな。ちょっと開けとこう。狙いんじゃね。ほらいいね、詰めとこう。ハンドガンが使えるうちはハンドガンでやっぱり攻めたい。こいつらはほら蹴り燃える。ちょあいつのた打ち待ってんだけど。ちょっとダイナマイト最悪なんだけど、マジで。ん？どうなった？ちょっと先にもうこいつだな、始末しとかなくては。お前だ。ちょっと待って、なんでこっちから来てんの。ちょい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 、一旦逃げよう。
どっから来たお前らマジで。やばいやばいやばい、くっそー最悪だ。卵が2つある。卵を食って卵を食ってで、ちょっともう、ちょ待って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 、ほらタップしないと、ほらよし倒した、全員倒した。くっそもう、確かにサブマシンが制圧力あるけど弾の減りも早い。装填速度やっぱり上げるのは重要だな。いざ弾切れ起こした時につらい。てかもう卵もねえしな、草が2つだけ。ん待って、今これはただ下に降りるだけか。ちょっと待って、何があったは意味わかんねえ。いや順番、いや3つ、えなんかヒントあった、わからんわ。ちょっと一旦下に降りるか。今ここでしょ、大洞窟の祠。タルー、あこれか、なんか丸っこいやつ。なるほど、壁画に書かれてるなんかかね。まだいるのかよ敵。どこだ、どっから揃ってんだよマジでこいつら。ほらまだ生きてるか、しぶとくなってきたな。ハンドガンの威力は上がってるはずなんだけどな。てかマジかこれ、いやもう最悪なんだけど。これで一網打尽にしたい。まだ生きてるか、えってか手榴弾で誰も倒してないんだけど。えこいつも、もう最悪なんですけど。めちゃくちゃ弾つかし、おそう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 、蹴れる。ちょっと最初からじゃあ見るか。ここが最初でしょ、上陸してきました。全然これ壁画でもなんでもねえな。こう来ます、どこにもない。こう来ます、登ります、こっち側とか。待ってこれか、何これもう全然わかんねえんだけど。あであとこれは、これ砂時計みたいな感じだな。じゃあそれでやってみよう。ちょっとぽいやつどれだよこれ、あとは、なくね？これ。これ。ちげえし。でもさ、こんな2つも3つもあったやつなんてなくなかった？これがよくわかんねえんだよな。これが。上と下ででもだいぶ分かれてんな。上と下でだいぶ分かれてるやつどれだよこれじゃねえの。だってこれはだってじゃあ
これでも分かりやすいよな。今のはこれじゃないの？え、これ？分かりづれえわ、やっぱり。今のでもこれっぽいよね。え、多分これこれこれじゃないの？ちげえな。順番とかだって関係ないよね、どう考えても。ほぼくっついてんな。ほぼくっついてるからこれか、やっぱり。じゃあこれ書くて、あと2つだよ。だからなんだかよくわかんない。あ、なんだなんだ、ここにもあるぞ。あれ、ここにもあるぞ。あ、こうやってみろってこと？もしかしてこれ、こう、こうじゃなくてこういうこと？左右で、下からうねってきてるのと上からうねってきてるやつ、下からうねってきてるのと左右だから、まずこれこれこれ、じゃあこれこれこれ、押し来た。何を取んのこれ、廃墟じゃん。いや、キモ。もうとっとと帰りたいわ。とっとと降りて帰ろう。これここでさらに敵が復活するのはもうやめてほしいよ。復活してるわ。しかもこのさ、帰り道のとこ来るのかよ。ここも開けてあるからね、さっさと逃げるべし。追っかけてくるのかな。で、じゃああとは右上のこっち、多分ここのくぼみから入っていく感じになると思うんで、飛ばしていこう。ちょっとさ、卵ゾーン行きたい。卵ゾーンで卵が落っこってれば、ちょっと卵回収したいです。産んでるかな、みんな。卵プリーズ。産んでない。ここよ。卵。産んでくれ。卵よ。産んでくれ。ダメだ。もうちょっとしてから来るか。そう簡単に何個も卵なんて産まないよね。ちょっと鶏の卵がどれくらいのペースで生まれるのかよくわかんないけど。で、この中か。そうするとで、ここにか、接見スペースがちょっとで、これさ、交代するのがさ、なかなかに戦隊がめんどくせえな。で、あれ？今度はなんと別のマークか、使ってないマークってこと？こっち側とかに何かヒントがあるとか。あ、ここがあるな。これこれってどれだよって感じだけど、でニョロニョロニョロ、しかも上登れるし、上から見ろってこと。あ、でニョロみたいな。しかもこれってさ、またこうやって見るんじゃない？そうだよね。でこれもこうやって見るんだよきっと。これいける？あ、あそこになんかある。
だから一回降りて、今度はでも左右系だもんね。どんだこれ、これこれ、ちげ、くそ、やっぱちょっと覚えておくべきだな。待って、これは縦3本、これは縦3本だから、縦3本ってこれか、これは必須で、これ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 、もう決め打ち、これ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 、ちょっとわからん、だからこれがわかんねえんだよ。あれ、こっち側にあったんだっけ結局。こっち側にはなくて、一回上登って、でどう考えても、あ、これはこれで一つのマークか。でこれは多分こうか。ちょ、覚えらんないんだけど、もう形がさ、なんか独特すぎて。まずこれ絶対、え、あとなんだっけ、くっついてたやつだ、これ、これこれはでも絶対、これ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 、たくもほとんどのことやってんな。これも多分あれだと思うんだよね。これ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 、あれ、あとこれ、開いた持ってきとうで回収し、すげえいっぱい入ってる。サブマシンガンもゲットした、ライフルもゲットした、ボート来た、これ開けられる、お、六角ピース、これで全部揃ったな、六角ピースは。で、あとこれか、これさ、ナイフでいける、ナイフでいけないんだ。じゃあ恒例のこれ、ルビーボルトが刺さってる、回収しよう。あ、ボルトでも縦には全然伸びてないな。よし、詰め込めばもう全然大丈夫でしょ。ここもさすがに敵は出てこないでしょう。なんか帰りの湖とかで出てくるかな。一応森が投げられるからね。まあ、もともともうそういう設定になってんのか。あれ、どこだ、教会の鍵、ここか。先にちょっとこっち寄ろう、石の台座。まあまあまあ、このまま。もうちょいこっち側か、明かりがあるところが多分降りられるところだから。このまま、やっぱこっちか、あ、どっちだ、こっちかじゃん。これ意外にさ、地図結構すぐ進むよね。しかもボルトとかもさ、適用じゃなくてさ、アイテム回収用にしか使ってないからな。で、これ使って、ちょっと多分クルクルするんだな。あ、これ3つずつ、あ、3個ずつか。え、何これ、これでもこうしたいよな。こうして、ん？こっ
ちに持ってきたいから、これ、いや待って待って待って、あ待って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 、これまず 端からこうくっつけていくのがいいんじゃない？あーダメだ、できた。え、なんかまた変だね。フギの心臓、これはキーアイテムか。だフギの心臓売却専用純金、あ売却書いてあんじゃん、1万5000だけ。これでもだいぶいろいろ高く売れんな。じゃあ行きますか。鍵を取る。鍵はこっちか。敵はさすがにこの狭いところには出ては来ないか。てか なんでこんなとこに、マジでこれどっちがどっち。角が生え、苦悶の表情、ん、どっちだかわかんねえんだけど、え。教会の円盤、よし、ゲットはしたけどさ、これどっから教会に戻るんだ、そもそも教会どこ、もはや分かんなくなっちゃったよ。ギミック取れちゃう、 これどこ、マジで分かんねえ。一回いつものところに戻る。え、待って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 、マップ階層とかってある？階層あるな。教会ここか。こっから行けるか、じゃあ。Condor 1 to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. よし。マップ更新。目的地書いてある。あ、書いてあるな。やはりあっちから行くか。乗れん。どうだ、ちょっともう地図ばっかり見てるけどさ、まだね、位置取りが分かんねえのよ。で、こうのこのまま行って、でどこだ、先で上陸か、ここで上陸か、ここで上陸だな。ここらの鍵があんな、これとは永遠に使えるよね。お、なんだ、またお宝か。四角いくぼみのある、ではこれ多分宝石当て込んでっていう感じか。てかこれいけんの。こっから教会いけなくね、思ったんだけど。ただアイテムがあるだけなんだけど。いやマジでいけなくね。あ、いけねえわ、こっからは無理だわ。じゃあやっぱりこれこっから、こっから戻ってかなきゃダメ、採石場からさ、こうやってこうやってこうやって、なんかいいルートない。いや戻るか、じゃあ、じゃあちょっといつものところに戻ってきました。Welcome. Welcome. 先行手榴弾もちょっとやっぱ欲しいは欲しいかな、金あるし。よし、で、うーん、まあまあまだいいや、一応セーブしていこう。さあ、じゃあここの採石場から、あ、もしかして戻るときにエルヒガンテ戦になる？
それは考えられるな。どっちだ。あ、いいのか。あ、ここも祠だ。回収していこう。ついでに。よくできてるね。妖精町のランプ。暗いんですけど。ここ。採石場どうだ。ガシャン。なったー。やっぱりかー。そういうことかー。上になんかいるな。狙撃しろ、ライフルで。ちょっと武器鍛えとくべきだったか。待って、これじゃねえよ。どうなって当たってる、まあ、当たってはいるよね。ちょっと待って、狭いは狭いな。ほら顔が弱点でいいんだよな、一応。でちょっと撃ったらやっぱり逃げないんだけど、一応アイテムは中にあるか。あ、入ってきた。逃げろ。これはじゃあちょっと狙いねえかな。くそ、当たってる。ちょ、待って、これとっさ R3 回避が無理なんだよな。ダメだ、ちょっと構えが遅い。やっぱりライフル今いけんじゃねえか。あ、待ってやっぱり後ろ向いてる時。あ、無理だ。どこ行った。お、当たってんのかこれ。しか今の当たったな。お、怖い。やはり拳銃でな、最悪サブマシンガンで圧倒するけど。逃げろー。多分中にアイテムはあるんだよな。来る、無理。これ一応1で踏ん張るな。あ、待ってないじゃん回復薬が。あー、でも2つでもそれなりに回復するな。ありがたい、ワンちゃん。あっ、時の何をしてくれる。待って、死んだ。やばい、もうナイフ使うしよう。これはもうでもショットガンの方がいいか。いって、あそこが狙いづらいんだよな。ちょっと緊急回避的な。もうワンちゃん何してんのところで。もう無理、これ死んだめ、死んだ、食われた。頭食いちぎられたんだけど。巨人の注意を引いてくれる。ちょっと待ってね。サブマシンガンがあれか、回復薬がちょっと1個買ってくるべきか。ちょっとこれ倒せなかったら買ってこよう。もうイベントは好きですね。弾がすぐなんだろう。
ちょい早め早めの。いや、もうないっす、弾が。やはり威力が低いな。あ、これ R3 ってこれでやって使って、やっぱりショットガンの方がいいか。ほらシュッてもめちゃくちゃ狙いづれえよな。ほら当たってんのこれ。弾今がチャンスといえばチャンスなんだけど、どうだ。あ、いける。キレ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 、ナイス追撃。これ連打すんの。一ターンじゃどうにもない。背中を狙うべきか。じゃあここでワンちゃん来たけど、頼む、すまん。俺はもうナイス。いいって。痛い。おお、ワンちゃん大丈夫か。いって、かわせん。倒れたらもう追撃ひたすら。これでなんとかしたい。連打しよう。2ターンでなんとかしたいけど2ターンじゃなんとかなんない。お、ワンちゃん。お、いや無理はするな。あ、お、危ない危ない。叩きつけられなかったっけ。マシだな。お、これはよくやった。あ、これ狙いってこと。全然チャンスだったのに。チャンス無駄にしたよ、もうそのまんま。ちょ無理です。ちょっとお買い物はしてきました。まずは後ろのやつ、あれ出さないとね。で、ちょっとあんまり接近されすぎても合わせなくなるから、ちゃんと隙を見て。この時は頭でやった方がいいよね。もう行こう。で、あの弱点狙うときがショットガンに切り替えてドーンドーンドーンでやって、サク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 。これ押し込んだけど大丈夫だ。で、今のうちにこっちの弾を集めて、で切り替えて、
ワンちゃん来ました、ありがとうございます。どこ行った、ちょっと俺の方に来ないでくれる、一緒に。これはちょっとさすがにねずるいよね。ワンちゃん大丈夫だよね。ほら、おワンちゃんさすが。これはあれか、時間でやってくれるのか。これ2ターンじゃ絶対いけないからな。ちょっとこれ蹴って回収しまくろう。先行手榴弾とかはないか。あ、タックしてきた。ここ結構チャンスではあるんだよな。よし、当たった。ちょっと待って、ほら、よし、3ターン目でいける。あ、倒した、いったっぽいな。いやー、よかった。イエローダイヤモンドマップ更新。 OK、 Let's get to that church。 ちょっとアイテムだけ使い切ったかな、回収しなくては。我が友はどこへ行った？もう避難したか？危ないところ来てくれてありがとう。君のおかげで助かったよ。もうどこか行ってしまったが。あ、Thanks, bud. どこ？あ？どこ？まあありがとうございます。本当にありがとうございます。あれ、ここにもあんな。ガンパウダーがある。この中か、あ、これか。で、じゃああと大丈夫か。先へ進もう。ちょっと教会までは行っちゃいたい感じがするかな。大ボスを倒したんで教会に入って、あそこまた抜けないといけないのか。ここめんどくせえな。敵いないか。まあ一応はいなくなってんのかね。逃げ回ったかな。金になってる。あれ？げー、最悪なんだけど。なんやねん、マジで。うわ。ちょっと待って。先行手榴弾って作れないっけ？ボルト用マインとかじゃなくて。ダメだ。ちょっとショットガンで制圧しよう。あ、ナイフだったか。ちょっと突破に出ないんだよな。くそ。クラフト2つのハーブで十分だな。これこっから溜まって込めらんないの。込めらんなそうだな。いや待って、ハンドガンがいい。
倒した。でこれもちょっと込めておいて、ショットガンも3発しかない。ライフルをあんまり使ってないかな。これで入れます。すごっ。左右にあれはない。Ashley Graham, I'm here to help. さらに教会。アシュリーを探す。お、これはレバー。スイッチを見つけろということか。ボルト。ハーブ。ここは鍵か。こっちの方にアイテムは？ん？違ったか。どうなってんだ？サーブマシンガン。ショットガン。青いダイヤル。で、青いダイヤルをはめる。いやー、またこういう系か。どうすんだこれ。選択、あ、これで選択して回転。同じ風にすればいいの？できた。さあ、そしてどこだ、どこがいたんだ。ここか。上に来て。 Ashley, you in there? ここになんかお宝がありそうだけど。Ashley Graham, are you in here? 殴りかかってきた。Listen. Easy with that. My name's Leon. I'm here in the president's quarters. That went well.Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? めっちゃ来てる。The last lambs are escaping. Perseguirles. Deliver unto them. Salvation.チャプターエンド。というわけで、チャプター4をクリアしましたので、今回はここで終了したいと思います。死亡回数2回。エルフィガンテにやられたかな。なかなか苦戦した。でまあ、後ろの弱点がね、結構狙いづらかったんだけど、まあ、ショットガンが役に立ちましたね。ライフルを最近全然使ってないんで、まあ、少し弾が。あるからライフルも使用していけたらなと思います。というわけで今回はここで終了します。次回は、チャプター5からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。